皆さんこんにちは、論文男です。さあ本日は女性を最も感じさせる男の象徴の作り方ということで、自分の息子を強く固くさせる科学的な方法をご紹介していきます。自分の息子に自信がないという方はぜひ最後までご覧ください。毎度のことながら参考にした論文は説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それでは早速行きましょう。まずは女性が最も感じる男のサイズについて解説をしていきます。おいおい、そんな論文あるのかよって思うかもしれませんが、実はあるんです。2012年にポルトガルから、女性の感じやすさは男の象徴のサイズに左右されるのかというテーマの研究が発表されていまして、323名の女性を対象にして調査が行われました。調査の方法としては、この323名に性に関しての経験などのアンケートに答えてもらい、男の象徴のサイズで絶頂を迎えやすいのか、感じ方はどうなんだという質問に答えてもらうという方法です。なんとなくアンケート調査というふうに聞くと、よくある街頭アンケートをイメージするかと思いますが、この研究は ISPA という NPO 法人が行っている研究になりますので、アンケート調査の中でも信頼できる、しっかりと答えてもらえる女性を対象に行われたものなので、よくネットで検索すると出てくる誰がやったかわからないような調査ではありませんので、アンケート調査ではありますが信頼性は高いかと思います。でも早速結果なんですが、323名の中の 33.8% の女性は男の象徴は長い方が感じやすいっていう回答で、 60% の女性は男の象徴のサイズは感じやすさとは特に関係ないという結果でした。そして 6.3% の方は逆にサイズが大きいと感じにくくなるということで、全体で見れば約7割の女性は男のサイズなんて関係ないというような回答になりました。つまりそこまで女性は男の象徴のサイズには興味はないという結果でしたので、自分の息子が小さいからといって自信をなくす必要は全くないということです。ただし女性が最も感じにくいのは硬くない柔らかいものという回答が多かったので、自分の息子の硬さは必ず高めておく必要があります。なので今回は女性を最も感じさせる男の象徴の作り方として、強く硬くさせる科学的な方法をご紹介していきます。自分の息子の硬さは自分の健康レベルにも比例していますので、女性を喜ばせるだけじゃなく自分の体のためにもぜひ実践してもらえたらと思います。今回は日々の生活に落とし込みやすいように、自分の息子を強く硬くさせるワンデイルーティンとしてご紹介していきます。論文で解決チャンネル。ではまず朝起きたらやることとしては、朝日を浴びてビタミン D を補給しましょう。ビタミン D の重要性についてはこの論文で解決チャンネルではたびたび話を出してきましたが、2021年の最新のレビュー論文ではビタミン D は自分の体だけではなくて息子までも元気にすることが明らかになっています。この理由については様々なことが言われていますが、研究者曰くビタミン D は血管を強くしたり一酸化窒素を生成したりテストステロンをぶち上げることから、下半身の血流をスムーズにさせて息子を強く硬くさせることが提唱されています。なんとなくビタミン D っていう風に聞くと骨を強くするっていうイメージを持っているかと思いますが、骨だけではなくて息子までも強くするというわけなんです。ビタミン D の取り入れ方はサプリメントが最も手っ取り早いですが、サプリメントは運動習慣がないと体に毒素を貯めることにつながってしまいますので、あんまり最近運動していないけど息子を元気にしたいっていう方は日光を浴びることをお勧めします。日光を浴びる時間帯としては、まず環境省が提唱しているのが1日日向であれば15分、日陰であれば30分です。これだけの時間を浴びれば1日に必要なビタミン D を生成できるというものになります。次に日本ビタミン学会ですが、夏場は30分、冬場は1時間、そして世界保健機関である WHO では5分から15分と提唱しています。つまり3つの団体の情報をまとめると、冬場はだいたい1時間は日光を浴びることが重要で、夏場であれば15分から30分くらいは浴びることが必要になります。日光はビタミン D だけではなくてメラトニンという睡眠の質を高めるホルモンも分泌しますので、朝起きたら朝日を浴びることによって睡眠の質プラス息子の質も上がるというわけなんです。時期や人によってはサプリメントと併用した方がいいかと思いますので、私も使っているおすすめサプリメントは概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。最近の研究では日光を浴びないことはタバコを吸うのと同じぐらい体に毒だという話もありますので、自分の息子を強く硬くさせるために必ず日光に当たりビタミン D を補給してください。そして朝日を浴びるのと並行して行いたいのが朝のウォーキングです。適度な有酸素運動というのは下半身の血流を促して自分の息子を元気にしてくれます。
2021年のパドバ大学の最新の研究では、心肺機能を高めることは年齢や肥満とは関係なく、性機能を上げることが明らかになっていまして、どれだけ年齢を重ねようが、今現在どれだけ肥満だろうが、有酸素運動をすることによって血流が上がって、自分の息子が元気になるということが明らかになっています。有酸素運動のいいところは、年齢や肥満とは関係なく、性機能をぶち上げるという部分です。どうしてもこれから解説をする他の方法では、年齢や肥満度によっては効果というのは落ちてしまいますが、この有酸素運動だけはどんな条件でも息子を元気にさせる方法なので、特に今現在肥満体型だという方は必ず有酸素運動は行ってください。有酸素運動というふうに聞くと辛いランニングを思い浮かべるかと思いますが、ランニングは20分以上行ってしまうとストレスホルモンであるコルチゾールが大量に分泌されて、息子の元気の源であるテストステロンを減少させてしまうというデータがありますので、ランニングではなくてウォーキングをお勧めします。朝日を浴びながら30分以上ウォーキングをすることによって、朝から下半身の血流が高まって息子を元気にさせることができます。そしてウォーキングが終わったら次は朝食です。朝食にはフラボノイドが多く含まれている柑橘系のフルーツを摂取してください。2016年のイーストアングリア大学から、食事からのフラボノイドの摂取と男の性機能不全の発生率に関する研究が発表されていまして、25,096 人の男性を対象にして10年間の追跡調査が行われました。2万人規模の男性を対象に10年間の追跡調査を行って、フラボノイドの摂取が性機能とどう関連するのかを調べたとても貴重な研究になります。で、結果なんですが、フラボノイドが含まれる食品を全般的に摂っている方というのは、心疾患になるリスクが減少し、男の機能不全になるリスクが11%から16%低下したという結果でした。しかも、フラボノイドの一種であるアントシアニンとフラボノンの総摂取量が多い男性ほど、ED のリスクが 14% も低下したというデータも出ています。食べてすぐに効果があるわけではありませんが、最近元気がないなとか、いつまでもバキバキでいたいなという方は、フラボノイドが含まれる食品の中でも、アントシアニンとフラボノンが多く含まれる食品をしっかりと摂取する必要があります。そしてこれら2つの成分が多く含まれているのが果物になります。特にみかんなど柑橘類に多く含まれていますので、朝食には柑橘系のフルーツを摂取してください。そして朝食が終わったらコーヒータイムです。これが最も私のおすすめで、速攻性のある下半身をギンギンにするルーティンになります。2015年のテキサス大学の研究から、成人男性3724人を対象に、日常生活で男の性機能に関連する要素は何なのかの検証が行われました。この研究は、重回帰分析という研究の手を取っていまして、性機能を決定する普段の生活として、どのライフスタイルが一番性機能をぶち上げるのかを検証したという、めちゃくちゃ面白い研究になります。結果としては予想通り、健康な食生活や有酸素運動をしている方ほど性機能が良好で、心疾患などは持っていなくて健康レベルが高い人ほど性機能は良好。そして普段の生活でコーヒーを飲む回数が多い人ほど性機能が良好で、性行為の持続時間も長いという結果でした。健康な食生活や有酸素運動、健康レベルに関しては下半身への血流という部分を見ればなんとなく納得の結果だったんですが、コーヒーを飲むと自分の息子が元気になって持久力までもがつくのは驚きの結果かと思います。これなぜコーヒーで下半身が高まるのかと言いますと、研究者曰くコーヒーに含まれているカフェインとポリフェノールによる抗酸化作用には下半身の血流を上げる効果があると言われています。なので、普段の生活にコーヒーを飲むことによって、息子も超元気になるということです。ただし、今回のデータによれば、コーヒーがポジティブな影響を与えるのは、1日3杯、約170から375ミリグラムまでなので、それよりも多く飲んでしまうと、逆に元気がなくなってしまうというデータが出ていますので、飲む量には気をつけてください。そして、コーヒーを飲んで、午前の仕事が終われば、昼食タイムです。昼食には地中海式の食事メニューで下半身をぶち上げてください。2010年のナポリ大学から食事のメニューと ED の発症リスクに関する研究が発表されまして、和食、中華、洋食などの食事の種類で性機能はどう変化するのかの調査を行い、地中海式の食事を食べている男性ほど ED の発症リスクが低下することが明らかになっています。特に糖尿病の方やメタボリックシンドロームの方にはめちゃくちゃ有効だというデータが出ていまして、他にも様々な研究でその結果というのが立証されています。地中海式の食事というのは、
野菜、果物、オリーブオイル、ナッツ類、魚介類を中心とした、イタリア、ギリシャ、スペインの伝統的な料理のことで、あんまりイメージが湧かないよっていう方は、ハーバード大学と WHO が共同で制作した、地中海式の食事パターンが参考になるかと思います。毎日運動して、野菜、フルーツを毎日食べて、週に2回以上は魚介類、週に1回以上は鶏肉や卵、チーズを食べ、月に数回は牛肉や豚肉、ケーキなんかのデザートを食べる。これが地中海式の食事になります。本当に健康的な食事メニューで、科学的にも死亡リスクを減らしたり、ダイエットになったりと、自分の息子とか同行以前に自分自身の健康にもめちゃくちゃ有効ですので、ぜひ自分の息子と自分自身の健康を考えて、地中海式食事メニューを参考にしてみてください。そしてお昼ご飯が終わり、昼からの仕事が終われば、次は筋力トレーニングです。ただし息子自身には直接的な筋肉というのはついていませんので、下半身をギンギンにするホルモンを刺激させる筋トレが必要になってきます。そのホルモンというのが、この論文で解決チャンネルで頻繁に登場するテストステロンです。2017年にイタリアから出された研究では、テストステロン療法と男のあれの立ちやすさに関するメタ分析が出されていまして、2298人を対象にして、テストステロン療法によって性機能が大幅に改善することが分かっています。もともとテストステロン自体、約 95% は睾丸で作られていますので、これ納得の情報かと思いますが、自分の性機能をぶち上げるためには、テストステロンを増やしていくことがめちゃくちゃ重要になります。そして、そんなテストステロンをぶち上げる方法で、最も手っ取り早いのが筋力トレーニングになります。特に大腿四頭筋と大臀筋を鍛えるようにしてください。2020年のジョージ・メイソン大学の研究では、成人男性10人を対象にして、スクワットによってテストステロン値がどう反応するのかの研究が発表されまして、結果としては、スクワット運動によってテストステロン値は大幅に向上するという結果が出ています。また、2019年にドイツの体育大学から発表された研究では、成人男性13人を対象にして、ベンチプレスとスクワットはどちらがテストステロン値を上げるのに有効なのかの検討もされていまして、結果としては、やはりスクワットでテストステロン値が上がったということで、ベンチプレスは基本的に大胸筋という胸の筋肉を鍛えますが、テストステロン値を上げるためには、お尻と太ももの大きい筋肉を鍛えるスクワットが有効であることが分かっています。特に仕事終わりの夕方の時間帯は、成長ホルモンも分泌しやすいので、テストステロン&成長ホルモン分泌のためにガツガツ筋トレをしてください。そして筋トレが終わり、お腹が減ったら夕食です。夕食のメニューで息子を強く固くさせるメニューとしては、お米、タンパク質、ココナッツオイル入りのサラダボウルを食べてください。特にタンパク質に関しては、2020年のニューイングランド大学の研究では、ラットを対象にし、タンパク質の摂取と生殖機能との関係についてのメタ分析が発表されていまして、タンパク質の量が少ないとテストステロンが下がることはもちろんですが、精巣の大きさ、精子の数までもが下がったという結果が出ています。つまり、しっかりとタンパク質を取らないと、テストステロンだけじゃなくて、生殖機能までもがダメになってしまうというわけなんです。息子の硬さや強さという面を考えると、タンパク質は体重あたり 1.6g は必要ですので、体重が 60kg の人であれば、1日 96g はタンパク質を取るようにしてください。食事だけでは足りないという方は、プロテインの服用をお勧めします。また、現状、自分の息子の硬さに自信がないという方は、夕食時に天然の漢方の服用もおすすめです。2015年のカリフォルニア大学から、天然の性的増強剤というのは本当に効果があるのかというテーマで、50の論文を分析するというレビュー論文が発表されていまして、よく雑誌の広告なんかで、男のあれを元気にしたり、落ちた性欲を回復させるなんていう大文句で宣伝されている性的増強剤は、実際にどれが本当に効果があるのかを50の論文で分析が行われていまして、結果としては、高麗人参、マカは効果が高く、危険性も少ないんじゃないかというような結論が出ています。その他の性的増強剤は効果も明らかになっていませんし、食べることの安全性も担保されていませんので、最近自分の息子の元気がなくて困っているっていう方は、高麗人参、マカを摂取してみてください。そして夕食が終わり、寝る前のサプリメントでおすすめなのが、エルシトルリンです。サプリに関しては、現状、自分の息子の強さ、硬さに自信がないという方だけでいいと思います。2020年に、順天堂大学から、30歳から47歳の日本人男性20人を対象にして、エルシトルリンが 800mg 配合された飲み物を14日間服用することによって、勃起機能にどのような影響があるのかの調査が行われました。この研究は対象者は少ないんですが、日本人を対象にしていますので、
私たちにもめちゃくちゃ当てはまるかと思います。でも早速結果なんですが、実際の論文の表を引用させていただきますが、Lシトルリンが含まれるドリンクを14日間服用することによって、体への悪影響はなく、性的欲求の頻度、勃起頻度、勃起時の硬さ、勃起信頼性、性的満足度、射精頻度、オルガズム頻度など、勃起機能の国際指標である IIEF のスコアも優位に上昇したという結果が出ています。つまり、Lシトルリンという成分を服用することによって、自分の息子を元気にさせるだけじゃなく、性欲の改善や性的な満足度までもが向上するというわけなんです。しかも2014年の名古屋市立大学の研究では、ラットを使った研究ではありますが、Lシトルリンを経口摂取したグループで、陰茎の構造やコラーゲンの比率が改善し、電気刺激での反応が強く見られるようになったというデータもありますので、自分の息子の硬さ、強さ、反応を高めるためにもおすすめの成分になります。おすすめのサプリメントに関しては、毎度おなじみのナウフーズのサプリがおすすめです。サプリに関しては、作っている会社で安全性がだいぶ変わりますので、安くて安全なナウフーズのサプリメントをおすすめします。これ余談なんですが、サプリメントを買う際に注意する部分としては、作っている会社が第三者機関の認証をもらっているかという部分がめちゃくちゃ重要です。最近ではいろんなオリジナルサプリメントが日本で流通していますが、ああいうサプリメントの OEM というのは、お金さえ払えば誰でも作れますので、そのサプリの会社が第三者機関から認証を受けているかどうかでサプリの安全性がわかりますので、この部分もぜひ参考にしてもらえたらと思います。では最後に本日のまとめです。女性が喜ぶ男性の象徴とは、長さ、大きさではなく硬さが重要になります。自分の息子を強く硬くさせる科学的なルーティンとして、朝起きたら日光浴びながらのウォーキングで、ビタミン D の補給と有酸素運動による下半身の血流アップを行い、朝ごはんにはフラボノイドが多く含まれる柑橘系のフルーツ、そしてコーヒーを飲み、お昼ごはんは地中海式の食事メニューで息子の健康、自分の健康を高めます。仕事が終われば大臀筋、大腿四頭筋の筋力トレーニングでテストステロン&成長ホルモンをぶち上げ、夕食は炭水化物、タンパク質、ココナッツオイルでテストステロンをより高めます。そして自分の息子の自信を取り戻すために天然の性的増強剤である高麗人参、マカを服用し、ナウフーズの安全性の高いエルシトルリンのサプリメントを体に取り入れる。以上が男の象徴を強く硬くさせる科学的な方法になります。本日はワンデイルーティンとして日々の生活に取り入れやすいようにご紹介させていただきました。自分の息子の強さは自分自身の強さでもありますので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。それでは本日は以上です。またお会いしましょう。バイバイ。